心分駅は、北海道岩見沢市市分本町一条四丁目に、ある、北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。電報略号は分。かつて万事線の分岐駅としてにぎわっていたが、今は単なる中間駅で、広い構内のみが、王子の面影を残している。上段、1976年の、心分駅北側周囲約1キロメートル範囲。 上が岩見沢方面で駅からまっすぐ敷かれているのが建設当初からの本来の室蘭本線左にカーブして向かっているのが昭和36年から使用開始した別線だが伏線としての使用ではなくどちらも双方向扱いであった現在は別線側が本線として使用されており本来の本線側は撤去され一部が室蘭本線跡地緑地として整備されている 下段、シリング分液と、周囲約 1km 範囲。右へ90度以上の大カーブを描いているのが万事線の万事丹山方面。上段下段ともに、国土交通省国土地理委員地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成所在地名より、アイヌ語のスプンペイから、1日の平均乗降人員は以下の通りである。駅舎のある東側は、 住宅地や工業団地が開発された一方、線路を挟んだ西側は完全な田園地帯である。ありがとうございます。